はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、フォルツァホライゾン5、何の車を使ってやろうかなと思ってるんですけどね。前回はね、こちらのハコスカ GTR 使いましたよね。やっぱりね、この時代の車かっこいいですね。古い車の方が好きかな、やっぱり俺は。はい、ってことでね、まあ前回ね、まあこのハコスカ GTR っていう古い車であったのでね、もうどうせだったらね、最新の車でやってるかなって感じですかね。それでは本日もよろしくお願いします。はい、じゃあね、今回はね、またホイールスピンが溜まってるんでね、そちらを消化してみましょう。まあ通常ホイールスピンなんでね、あんまり期待はできないですけど、マニアックな車にね期待しましょう。ゲーム的価値はなくてもね、俺的価値がある車があるかもしれない。それでは行ってみましょう。25 結構溜まってるな。とりあえずね、じゃあ一気に行きましょう。お、ランボルギーニ来ましたね。35000、いらない。微妙。20000円、ゴミ。お、カマロ。はい、5万。お、来た、メルセデスのね、 GT1 ですね。チーズケ、17万5000円、いらない。4万5000円。お、 RS4 アバント、個人的には結構好きですね。お、チャージャーです。チャージャーもね、個人的には嬉しい車の1台。いらない。お、 RS4 ですね、これも個人的には嬉しい1台。12万5000円。30万。10万円。4万。お、911GT3RS、 いいですね。 NA のモンスターです。はい、ゴルフ1、これは持ってますね。はい、どんどん行きましょう。最後はね、グラチェロです。まあそこそこ良かったんじゃないでしょうかね。それではね、早速何の車をやろうかね、行ってみましょう。じゃあね、今日はね、手持ちの車の中からね、選んでいきましょう。220台もあるんでね、結構集まってきてはいるんですよね。で、前回ね、ハコスカだったかもしんないんですけど、今回も日産車で行きましょう。日産シルビアね、やっぱりね、これ前回やった時、何リッターかわかんねえってやってたけど、まあショップで見た限りではね、オートショーで見た限りでは2リッターなんで、やっぱ SR なんでしょうね。まああんまり SR っぽくないく感じたんですけどね、個人的に、音的にはね。はい、で、じゃあ今日何をやるかっつったらね、俺が3代目に乗った車、14シルビアね、しかも後期、俺後期乗ってたんですよね。じゃあ、だからそのね、思い出に浸りながらっていうことでね、こちらの14シルビア後期、これを買って、これをいじくっていきましょう。もう持ってたのでね。で、前期はね、また後でやりましょう。はい、じゃあ今日いじくるのはこちらの14シルビア後期。はい、まあこんな感じでね、いやいやいや、とりあえずはね、このこの色俺し、やっぱ14シルビアっつったらね、やたらこれが多かったんですよね。パールホワイトです。14シルビアの純正って言ったらね、まあ本当に圧倒的にね、パールホワイトが多かったんですよね。で、これ、まあフォグランプついてるじゃないですか。何気にね、純正フォグランプつけて乗ってる人ね、ほとんど俺見たことないんですよね。はい、もう意外とね、このノーマルで、ノーマルスタイリングのこのエアロでね、乗ってる人が多かったですね。印象的に言うと。エアロまでね、交換してるイメージはなかったですね。はい、これがエンジンですね。14エンジン。
これはね、もう可変バルタに搭載されてるモデルですね。なのでちょっとね、中間トルクがアップしてるんですよね、13のあのSR に比べると。馬力もね、確かカタログスペックでは10馬力ぐらい上がってるんですよね。13の頃の SR は205馬力で、確かこっちはね215だったような気がします。はい、中はこんな感じですね。懐かしいですね。この純正三連メーター、そのセンターコンソールに収まってるね、純正三連メーターもね、これもなかなかお目にかかる機会はなかったですね。ちなみにね、俺はオーディオ入れてました。ツーディンタイプのね。はい、じゃあエンジンかけましょう。うん、ノーマルで聞く限りで言うと SR じゃない。こんなね、なんか ビビリオンみたいのしないですよね普通。うん、そう、一応乗ってたから言える。あんまり SR っぽくはない。でメーターのね、電気がね、これ白なんですよね、純正だと。で俺はね、この日産系の特徴としてはね、とりあえずね、ワンタッチでポン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 ね、内装が外れてくんですよ。そう、あんまりネジ類がついてなかったんですよね。なのでね、俺メーターの電気もね、ピンクに変えてました。センターコンソールからも全部外しててね、メーター周りも後ろにねついてる、まあ電球をねピンクに変えてね、メーターをピンクにしてましたね。はい、でセンターコンソールはね、あのパネル外してね、自家塗装でね、こちらはシルバーに変えてたかな。最初ねメタリック系にしてたらね、目がチカチカしてやだっつって、最終的にね戻すのもあれ戻せなくなっちゃったから、じゃあシルバーでいいやっつって。はい、じゃあこちらいじくっていきましょうね。はい。吸気音どう変わるか。なんか NA みたいな吸気音になってますよね。そう、なんか音を聞く限り本当ターボっぽくない音。じゃあ排気音。これが一番 SR っぽいかもしんない。まあいいや、とりあえずこの一番パワー出る仕様にしときましょう。毎回フルチューンでやってるんでね。そう、どっちかっていうとね、 SR はね、ほんとまあ確かにね下品な音はするんですよ。やっぱりね6発系に比べてね上品な音はしないのは間違いないんですけどね。あ、そうだ、その前に肝心の、そういえばあれを見てなかったですね、ボディキットがあるのかどうか。ないですね、よかったよかった。ここまで来てね、ボディキットあったらね、目も当てらんないですよね、ここまでいじくってきたのに。意味ないじゃんみたいな、またやり直しじゃんみたいなね。でとりあえずね、14シルビア、まあシルビアって車、うん、ノーマルだとね、やっぱりね、いろいろダメです。そう、あくまでもね、シルビアって車ベースとして考えた方がいいって車なんでね、ノーマルだとダメって言ったら何かっつったらね、そのアーム類とか、まあ、いろんなものの、そのブッシュ系とかがね、だいぶ遊びがある感じなんですよね。だからかっちり感が全くないんですよ。だからね、いろいろね、その変えていくことによって、なんていうんですかね、かっちり感が出てね、だいぶ変わってくるっていうね、そういった車ですよね。でちなみにね、俺は17インチで乗ってましたね。当時やっぱりね、普通の人は17インチで乗ってましたね。18インチにする人はそうそういなかった。あのドリフトのね、有名人とか言われる人たちはね、18インチで乗ってる人多かったけど、普通のね、山に行ってるようなね、普通の人は17インチぐらいでしたね。タイヤが安いんですよ。単純に。俺なんかね、タイヤ買えなくてね、QJ のホイールに205とか入れてた時期もありましたからね。本当にスタンドに転がってたタイヤをね、安く売ってくれよっつって。はい、エアロ変えていきましょう。うん、やっぱ14独特のね、この上回りを使うハーフスポイラーってやつがね、当時流行ってたんでね、どんな感じですかね。でまあリア周りはね、
確かに当時そうちょうど GT ウィングが流行りだした頃なんですよね。なのでこういうちょっとしたね GT ウィングが多かったですね。ストレートタイプのこういうね 3D 形状は当時あんまりまだいなかったかな。こういうね2枚構造じゃないですね、1枚構造のシンプルなやつが当時多かったかなっていう感じです。まあそう当時思い出すのってやっぱこれかな2枚だけどなんかフロントと合わないですよね高さがいいのかよって感じだけど、ほらフロントと合わねえじゃねえかよ高さが、なんだよそれ本当に。ってことはねもうノーマルでいきましょうなんかね高さが合わないと逆にかっこ悪いですもんね。じゃああとホイールですね。当時はこのホイールの方が流行ってたような気がする。はい、じゃあとりあえずねこれにしましょう。はい、じゃあカラーリングはねとりあえずね作ってきますんでね、そこで発表といきましょう。はい、結局ねカラーリングは黒です。で当時ね流行り始めてたこのアドバンのね3本スポークホイールっていうんですかね、これにそうちょうどアウターリップとねインナーバレルがね赤だとか青だとかのやつがあったんですよ確か、アドバンでね。で結構ね履いてる人が多かったイメージなんでね、だから当時の走り屋のイメージっていうことでこれにしてみました。はいはい、これでねじゃあやっていきましょう。はい、とりあえずね音やっぱねこの音ないわ。ちょっとねやっぱマフラー変えてきます。はい、ってことでねマフラー変えてきました。やっぱこれでもねあんまり SR っぽくさはないですよね。ちょっとね1314はね若干残念でしたね。てかこれタイヤスリックタイヤだよな、全くねグリップのグの字もないんですけど、スリックタイヤなのにすでにねドリフト向きのタイヤって感じのような、これでレースするとなると結構大変だな。まあね、とりあえずレースは行ってみましょう。もうあ普通にねケツが流れてる時点でドリフト車でしょっていう、ドリ車でしょっていう感じだけどこれでレースちょっとしてみます。一応やっぱ案の定ねまともにグリップしないですねフ6速でもねまだホイールスピンしますからね。まあ頑張ってねグリップしてさせなくちゃいけないっていう感じなんでしょうけどまあとりあえずね頑張っていきますよ。しかしね本当にね懐かしいですね。俺がね最後に乗った FR スポーツですね、うん、これ以降はねあのスポーツの車は乗ってないです。あのオーナーとしてはね、これの次に乗ったのがもう三菱のねあのステーションワゴンのレグナムで、その後ねあのクラウンエステートっていうねあのクラウンのねステーションワゴン、それずーっと乗ってましたからね。はい、それで14シルビアのイメージはね、そうもう最初からいじくられた車を買ったんですよ。で最初はね本当はグリップやるつもりだったんでエボ4か ET9 かねどっちかにしようかななんて思ってたんですよね。まあだけど
そう、友達がね、この間言ったソアラ乗ってる友達がね、ドリフトやろうよなんつってね、まあそれにそそのかされたのもあって14シルビアを買ったんですよね。まあ最終的にはね、14シルビアでグリップやってましたけどね。で、最初からとりあえずある程度いじくられたやつを買ったんですけど、いやー、結論で言うとね、やっぱノーマル買っときゃよかったなって感じでしたね。いろいろ問題が出ましたね。確かにパーツがね、最初からある程度ついてるのはいいけど。で、まあ一応ね、車高調デフそこら辺はね、しっかりと入ってたんでね、ドリフトはできる状態でしたね。デフも2ウェイが入ってて、で、車高調はね、ちょうど H ケースのね、ハイパーダンパーって言われるやつが入ってましたね。てかね、まともにグリップしない。はい、ってことでね、まあ恒例となってるね、ドリフトチェック行ってみたいと思います。結構ね、グリップ仕様で滑るからじゃあドリフトに向いてるのかって言ったらそうでもなかったりもするんでね。まあでもやっぱり向いてますよね。パワーがね、少ない割にはね、結構いけます。 RB26 なんかに乗せ替えるとね、もっといいかもしれないですね。普通にね、やりやすい感じですね。まあやっぱりね、若干パワー足りないとこがあるんでね、そこさえ補えればね、全然素性自体は良さそうですね。やっぱりはい、これはね、ドリフト練習にも持ってこいって感じですね。まあフォーミュラードリフトじゃない車でドリフトやりたいんだったら、これは結構ね、そういう意味ではいいのかなって感じかな。うん、乗せ替えればね、パワー全然出せるんでね。はい、ってことでね、今回はまあ14シルビア後期でしたね。14ね、前期から後期ってね、だいぶ様変わりしてるんですよね。マイナーチェンジとは言えないぐらいのね、まあ俗に言うビッグマイナーチェンジって言われるぐらいのね、変わりようでしたからね。まあこの14シルビア愛着持ってたのかっつったらね、そこまで強い愛着が持ってなかったような気がします。どっちかっていうとね、やっぱ一番最初に乗ったね、サンニースカイラインが一番愛着あったかな。やっぱね、最初にね、免許取って最初に乗った車っつうのでね、すごい印象残ってるんでしょうね。はい、ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。